はい、ありがとう生態の平野です。今の現代人はですね、やはりこうアウターマッスルから、出力をしてしまっていて、インナーマッスルから、腕はほとんどアウターマッスルだと思うんですけども、腕がこう振られていく、こういう動作が非常に少なくなっていると思います。歩く時もこのようにね、こう野球の一流選手がね、歩くみたいにこう腕がこうダラダラこうね、こう振られる、中身が、中身から動いて腕が振られるというのが、正しい歩き方だと思うんですけども、このスワイショーってね、この、よく腎臓に効くとかね、こういう体操もあるんだけども、これも、中身から動いてアウターが振られるという形なんですが、今の人たちやらせるとですね、やはりこう腕でね、こう動いてしまう。で、そこを、なんでそうなるのかなっていうふうに考えた時に、あまり悪口言っちゃいけないのかもしれないんだけども、子どもの頃に、植え付けられた、問題、多分ラジオ体操ですね。ラジオ体操が、一つのちょっと大きなきっかけになっているのではないかなっていうふうに思います。小学校の頃、子どもの頃に、こんなふうに、ダラダラやってるとですね、先生に「お前何やってんだ」って、まずしっかりやれって言われて、結局皆さんこう腕をねこう振って「よいしょ1234567878」ってこうグッてこう力を入れる、こんなのもそうだし、とにかく力を入れてグッてこう動かす。本来は、重心がねこう、中身が動いて腕がこうダランってならなきゃいけないものが、腕中心にこう動かす、アウターから動かすということを、脳にインプットされてしまっている、そんな、こともあるのではないかというふうに考えています。そんなところで、お話したら、お客様がですね、今はなんか小学校で、ラジオ体操なんかやらないよっていうね、その話を、してくださいました。本能的なのか、やっぱりそれが、実際には良くないということはね、感じているのかもしれないけども、真面目にね、こう、歩行訓練でもこう一生懸命こんなふうに歩くよりも、本来はね、こういうふうに歩きたい。それが、動物としての動き方を、間違ったその脳のインプット、ですね、をされてしまっている。ですから中身から動かして、アウターを動かすとこう緩み、中身がこうねじられてマッサージにもなるし、腕が緩むことにもなるんだけども、もうこんな風にしてるとね、すごく腕に力が入って、より体が、硬くなってしまうということにつながると思います。